はい、こんにちは。 JBS 武蔵野翔です。今回の動画はですね、また選手の解説動画をお伝えしていきます。内容はですね、簡単に言うとちょっとインステップしてしまって回転不足になってしまう、それによって少しバットが下がったりですとか少し遠回りしたりとか、そういった傾向が出てきたりしますので、腰の回転をスムーズにしたい人だったり、バット軌道を安定させたい人だったり、そういった方に向けた内容になっております。ご覧になってください。はい、ではこちらの選手の解説をしていきたいと思います。まずは、ゆっくりですね、一度スイングを見ていきたいと思います。はい、このようなスイングですね。この選手の大きな、修正点としては、まず第一はインステップしてしまうということがあります。ここでインステップしてしまうということですね。この部分ですね。で、これによって、どういう症状、状況になっているかというと、後で後ろアングルもありますが、膝がまず前に出てしまうということがありますね。これが出てしまうということ。それから、インステップすることによって、まあ、体重は後ろから前側の股関節に移動していきますけれども、この前側の股関節の移動がかなり不十分な状態になります。で、かつ、インステップしているので、骨盤が回転をしていくこと、この骨盤の部分が回転をしていくことが、これも不足しやすくなりますね。もう一度まとめると、膝が出てしまって、インステップしてしまう。それによって、移動が不足してしまって、回転不足になるっていうことですね。で、バット的には、ちょっと、傾向としては2つあります。一つは回転不足になるので、バットが前に出ずにですね、今こういう感じでちょっと詰まるような形で当たってますけど、詰まりやすくなってくるという傾向。もしくは、その詰まるのをすごく嫌、バッターは嫌がるので、そうすると、今度はこうもっと前で打とうとすると、ヘッドが返ったところで当たるので、もう少し前で当たりやすいですね。このもっとヘッドが前で返ったぐらいのところで当たってくるので、そうすると、ボールの外側から、当たってくるので、引っ掛けた頃だったりとか、先っぽに当たる打球というのが多くなってきます。こういう傾向がどうしても出てしまうので、こちらを改善してくるということが必要になってきます。はい、ではこちらが後ろアングルですね。ここから、この膝が少しベース側の方に動いていきます。こういう動きですね。ちょっと線があったのでもう一度いきます。これが、こっち方向に動いてしまって、それによって力全体というか重心の位置が全体的にこちらに行ってしまうので、それでインステップにつながってしまうっていう感じですね。インステップしたとこから、まあ、回転が不足してしまって、本来であればもっとこの今へその向きがこちら向きぐらいになってますけど、まあできるだけインパクトの時には、まあコースにももちろんよりますが、真ん中、それからインコースであれば、ピッチャー方向に正対した状態が望ましいんですけど、そこまで行かずにですね、バットを出してしまうので、ヘッドが返りつつ当たってきます。なので、これはかなり引っ掛けてゴロになってますね。ここをこういう風にボールが飛んできたのが、こう当たってくるからですね。これはちょっとイメージで今書きましたが、ヘッドが当たって、外側から来て、で、ゴロになっていくというような感じですね。になってきます。なので、そういう傾向が出てくるなというところですね。はい、これの原因についてなんですけれども、またこれは詳しくですね、次のシーンでお伝えをしていきますので、ご覧になってください。実際の練習方法、改善方法の練習なども載せておりますので、参考にしていただければと思います。はい、では解説の方を見ていただきましたが、こちらの選手の修正ポイントとしては、やはり膝が出てしまうことですね。これによって、まあ、理想的なまず体の使い方を言うと、前から見たり後ろから見たりすると、このすねの角度と体の角度っていうのは、まあ、おおよそ平行な状態をキープしてステップしていきます。ただこの時に膝がこう少し出がちなので、体が起き上がってしまって、すねの角度と上体の角度にこう開きがあります。これはあまり力が効率的に使いやすい姿勢ではないので、ここは改善していくという必要があります。また傾向としては、後ろ膝が出ることによって、まあ、インステップになってしまうと、インステップになってしまうことによって前側股関節の体重移動がちょっと不足した状態で回転に入ります。でまたインステップしているので回転自体も不足しやすいです。そうなるとちょっとまあ極端にやりますが、こうインステップして前足に移動しきらずに回転してくる、回転も十分に行えないので早めに腕が使われてしまう。なので少しここでバットが下がるような現象も出てきています。でこのまま振っていくと、まあ、バットが横になるのがタイミングが早くなるので、少
少しヘッドが返りながら当たってくるので、まあ、傾向的には外から少し当たって引っ掛けた打球というのが多くなります。まあ、すごく腕が離れるというわけではないですけれども、回転不足によって本来は運動レーサーを行って、骨盤、体幹、そして上半身で腕というふうにスムーズに行われていくものがパッといってしまって回転がもうできないので、あとは上半身に頼る、この上側の部分に頼ってグッと出していくことになります。それによって早くヘッドがポンと返ってしまって引っ掛けるというような流れですね。なのでこの膝が出ていくことというのを修正するということと、回転不足になってしまうということですね。ここを修正していく必要があります。主に2つですね。膝が出てしまうことと回転不足になってしまう。で、回転不足になってしまうのは前側股関節への移動と、まあ、その時の姿勢というのが非常に重要になってくるので、こちらを改善していく練習をお伝えしていきます。はい、まず1つ目はですね、シザースドリルという練習ですね。シザースというのはハサミという意味ですけれども、簡単にまず点を見せると、後ろ足を振った時に斜め後ろに持っていく練習です。このままグッとこう持っていく練習ですね。で、これは何のために行っているかというと、基本的に膝が出てしまうというのは後ろ側の股関節のこのため内旋という、こう閉じる動きですね。この動きが不足している場合に起こるケースがほとんどです。なのでどの練習もどのドリルも基本的にはこの選手の場合はその股関節の閉じる動きというのを意識させつつ行います。で、インステップしてしまうので、これをシザースドリルを使いながらインステップ してしまうことによって、まず前に入らないという現象が出てくるので、しっかり引き込んだ状態からシザースドリルをグッと使って前足股関節にしっかりと移動してくるということですね。これを行います。これは骨盤の回転をするというローテーションの部分の練習ではないですけれども、しっかり閉じて適切にまっすぐステップをして適切に前に入れていくということですね。まず足の土台の部分のところをしっかりと練習していきます。まずですね、お尻を引いて少し股関節を屈曲させます。曲げた状態を作って閉じた状態からスタートします。グッと閉じた状態からスタートして曲がって溜まって、これは足で必要な2つの動きなので曲がって閉じてを作ります。これでうまく入ればですね、そんなに膝はこう前に動いたりとか、まあ、角に前に倒れたりとかそういうことがなくなって、引き込みがしっかりしていると膝の自由度っていうのはある程度なくなってくると思います。これがもう入ってない状態だと膝はかなり自由に動きますが、キュッと入っているとしっかりと内旋と言われる閉じる動きが入っているとそれほど膝の自由度というのは出てこないです。まあ、これがいい状態でまっすぐステップしやすくなってインステップを直していくという効果になっています。はい、ではですね、ここからドリルを実演していきたいと思います。では最初にまず、はい、股関節をお尻を引いて落としてここをしっかり上げます。で、引き込んで閉じる動きをギュッと。で、これで膝の自由度がなくなってくると思うので、あとはそのまま、まっすぐステップをして前側股関節にしっかりと体重移動をしていきます。はい、今度はですね、前からいきたいと思います。指導する人はちゃんとまっすぐステップできているかという点と、あとは引き込みは結構ある程度多分できると思います。ほとんどのパターンはステップしていくタイミングで膝が出てってうまく打てないというようなケースがあるので、その点をちょっとしっかりとチェックしてあげる。股関節に閉じた状態をキープした上でステップできるか、キープした上でステップできるかで、位置がちゃんと整っているか、このあたりをチェックしながらやっていただけるといいかなと思います。ではお願いします。股関節の閉じる動きがちょっとなくなってしまって膝が出てうまくできてないパターンですね。一回 NG パターンをやってもらいます。はい、次の練習はですね、傾斜台を使った練習になります。こう膝が出てですね、インステップしてしまうと正しい位置で回転をするということができなくなります。で、回転は前の足がすごく重要になってきますけれども、回転しやすいポジション、姿勢っていうのを傾斜台を使って行っていきます。じゃあ軸足をまず乗せてもらいます。ここはそんなにですね、踏ん張らないで少し体重がちょんとかかる程度でできるだけ押さえていきます。なので足の内側だったり、まあ、つま先だったりこの辺りが少し触れる程度にしておきます。
で前の足は当然インステップした形ですね。こちらが前の足だとするとこういう姿勢ではなくてきちっとまっすぐスクエアスタンスの状態にして、つま先はだいたいちょっと回転を出したいので45度よりももうちょっとピッチャー向きでもいいぐらいです。そのいつもだとインステップでここら辺で行ってしまうので、このポジションにすることによってちゃんとローテーションが、まあ、適切にできれば行えます。なので回転しやすい場所っていうのをこの練習、傾斜台の練習で、まあ、体に覚え込ませていくというような意図があります。はい、ではですね実践してもらいます。これはそんなに振らなくていい練習なのでポジションを覚える練習になります。はい、3つ目の練習なんですけれども、バットターゲットという練習を行っていきます。まずですね、1つ目のシザースドリルで股関節のこの閉じる動きですね、それとステップの方向、これを修正していくというか感覚を作っていきます。で、傾斜台の方ではこういう形で適切な位置にステップをしたら回転のしやすい姿勢です、そこを覚えていくと。インステップでは回転しづらいので適切な位置に置いて適切に移動した状態で体重を移動させていくということを、そのポイント的な練習ですね、を行ってきました。で、今回バットターゲットではエクササイズになりますけれども、それらを統合していくという感じですね。個別の動きをやったらある程度その一連の流れを練習していくことによってより技術の定着を狙っていきます。やり方はバットを真ん中から持ってトップを作るような形でちょっと前の方を顎に持っていきます。で、股関節を曲げる屈曲という動きと溜める動きを作って、あとは少しですね実践のイメージがこれは欲しいので少しですねイメージをして実際に強くちょっと体重移動を行っていくと、こういうところまで行っていきます。で、前の方はもちろん少しぐらいは、回ってもいいんですけども、一応体重を移動したところまでと仮定するとまだ、ギリギリ練習としてはちょっと閉じておくので、前の方はこれはキープしておいてしっかりと引き込んだ状態と移動させた状態というのを作っていきます。はい、実際のボールをイメージして特に選手はここですねと、こちら側正しくステップしていけるか、正しく前股関節に移動ができているか、足の位置はどうかということを確認しながらやっていきます。膝が出ていないかなどをチェックしていきます。はい、まずここでですね、3つ前のドリルまでやってきました。最後はスタンディングキープという練習を使って実際にバッティングを行っていきます。それではですね、3点キープというドリルを使って実際に打っていきます。3点というのはまず1つ目は股関節を曲げるという動きですね。バットターゲットと同じ動きですけど股関節を曲げていくという動き、2つ目は繰り返しになりますが溜める動きですね。ここに閉じていく、溜めるという内旋という動きですね。3つ目が前の方が顎に振るというこの3つをキープしていきます。まあ、打つ前までステップをカットしていくときに、まあ、おおよそ必要な動きっていうのはこの3つが抑えられているとかなり回転しやすい姿勢にはなってきます。なので先にその3つをやっておいて、あとは自分の意識しているポイント、この選手の場合は股関節が閉じる特に動きですね、ここが弱くて膝が出てしまってインステップっていう流れなので、特に引き込む動きっていうのをしっかりと意識しています。でこの3点キープではあとインコース、やや高めに設定しておきます。これはなぜかというとこちらの選手は足に加えて少し手がこう落ちてしまうというような、テンションもあります。そうするとインコース高めが少し打ちづらいので適切な姿勢を作って手も落とさずですね、インコース高めをスパッとスイングをしてくれると、適切にインコース高めもミートすることができます。なのでインコース高めが打てるということは、まあ、手の位置だったりトップの位置っていうのもある程度こう良くなったり、その他上半身の回転の動きなんかっていうのも少し改善することができますので、まあ、こちらはメインではないですけれども足の動きをしつつ打つコースによってこっちの上半身の動作っていうのもある程度こう改善を狙っていきたいと思います。では実際に打ってもらいます。まず1つ目曲げます。でこっちに溜めます。3つ目がこれらをキープした状態で、特にこの選手の場合はこの引き込みを意識して引き込みが抜けないようにまっすぐステップしていくということを意識しています。
はい、でこの後はですね、実際に指導している様子っていうのを流していきますのでご覧になってください。はい、ではですね、ビフォーアフターを見ていきたいと思います。まずインステップの具合ですね、ここがどうなったか確認をしていきます。ビフォーではこのような感じですね。アフターではこのような感じで、かなり位置がですね、まっすぐつけるようになりました。これはこちら側に切ってますね。これは明らかに分かってくることかなと思います。でそれによって、まあ、回転の不足をしっかり改善していくというところですね。これをまた次見ていきたいと思います。インパクトでは今、ちょっと窮屈な感じでこう出ていますね。でこれが、ビフォーでは、割とスムーズにバットが出てきて、うまく捉えられています。このまま、こういう感じですね。まあ、フォローの形も全然違くなってきてますね。これはその、まっすぐステップができるようになったので、力の方向というのも、より合理的に投手方向に向きやすくなってます。こちらの場合は、こちら、ベース側方向に行きやすいので、どうしてもバットも前には振りたいんですけど、そちらの方向にどうしても力のベクトル、方向性が合わなくなってくるんですが、アフターの方の動画では、まっすぐステップしていったことによって、バットもスムーズに振り抜けています。明らかにこう、違いが出てますね。かなり、まあ、自然な感じといいますか、窮屈な感じなく、無理なく振り抜けているなっていうのが分かってくると思います。で骨盤の回転に関して言うと、これも全然違いますね。こちらだと、まあ、おへその向きだと、まあ、おおよそこれぐらいになってくると思いますが、腰の向きっていうのも、このように変わりが出てきてます。なので、膝が出てしまってインステップになってしまうことによって、まあ、いろいろな二次的、三次的な弊害というのが出てきたんですけれども、まあ、これが、ステップ一つによって修正されてきていると。まあ、あとは、解説の方ではちょっとお伝えはしなかったですが、例えば、この着地をした場面で言うと、この割れだったり、この手の位置っていうのもすごく残るようになってきてますね。この手の位置ですね。ここの手の位置っていうのも残るようになってきてます。これも、ステップが前に行ったことによって、まあこれはちょっとイメージで書きますが、このあたりにこう空間的な余裕っていうのができますが、左のビフォアの状態だと、あまりそのインステップしてしまうことによって、まあ打てるそのゾーンというか、っていうのが狭くなっている印象ですね。まあちょっとイメージで書きますけれども、このような感じなので、その打てる幅みたいなものっていうのも少なくなっています。まあ今回そのステップ、インステップを修正することによって、これだけの大きな変化が出て、回転不足や移動の不足、またバットの振り抜きも明らかに変わってきたので、まあ、さらにですね、これから違った練習だったりとか、より練習の精度を上げて、動作の定着を狙っていくというような流れで練習していきたいと思っております。はい、今回の動画は以上となります。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。JBS 武蔵では LINE、Twitter、SNS を使って情報配信の方をしておりますので、概要欄から登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。